コンコン、こんにちは。ヒュン。僕は踏切星人。今日は珍しい踏切を見に行くシリーズ、踏切探検隊シリーズ第1弾として、今日は東京メトロ銀座線上野駅にやってきたよ。勘が鋭い大きなお友達はもう知っていると思うけど、というわけで今日は東京地下鉄銀座線の上野検車区前にある踏切を見に行くよ。コンコン、レッツゴー。というわけで東京メトロ銀座線の上野検車区前の踏切にやってきたよ。この踏切、何が珍しいかというと、地下鉄が踏切を通過するのはもちろんなんだけど、第三気乗方式という線路脇から電気を終電する方式の路線では、日本にここだけしかないすごく珍しい踏切なんだ。ちなみに線路脇に電気が流れているから、線路に人が簡単に入れないようにこの踏切には柵が設置されているんだよ。もし銀座線の線路に入ってしまったら感電してしまうから、銀座線の線路には良い子のみんなは絶対に入っちゃダメだよ。銀座線以外の線路も危ないから絶対に入っちゃダメだけどね。次はこの踏切を通過する銀座線の電車を見てみよう。あ、踏切が鳴り始めたね。どんな電車が来るか楽しみだね。線路の柵が上に上がったね。かっこいい。踏切がまた鳴り始めたね。次はどんな電車が来るか楽しみだね。線路の柵が上に上がったよ。車だ、かっこいい。実はこの銀座線一線系特別使用車は40編成中2編成しかいない、すごく珍しい電車なんだよ。
今日は踏切星人の動画を最後まで見てくれてありがとう。もしよかったら高評価とチャンネル登録をしてくれると踏切星人は嬉しいな。最後に一言、この動画はもしかすると YouTube の AI によって子供向け動画に設定されてしまうかもしれないから、大きなお友達はコメントを今のうちに残しておこう。バイバーイ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また数ある動画の中からこの動画を選んでいただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をすると便利です。